こんにちは、ギターラインインストラクターの前田博美と申します。よろしくお願いします。今日はフェンダーのヴィンテージ57年のストラトキャスターと67年のバイブロチャンプを用意しました。今日は、ベムラムの、トモ・フジタモデルのジャンレイ、オリジナルヒズミエフェクターを用意しました。それとピックボーイのトモ・フジタモデルシグネチャー、セルロイド1ミリですね。あとピックボーイの、これがホーンの、ピックと、あとナイロン、カーボンナイロンの、1ミリのピック、よくあるやつですね、はい、と、メタカーボン、同じく1ミリの、僕の、オリジナルピックを作らせてもらいましたので、それを弾いてみたいと思います。聴いてください。ひっつく感じがあって、まあけどしっかりアタック感もしっかり出ていいピックですね。本に行きたいと思います。ちょっとボリュームがしっかり出る感じがしますね。弾く感じもしっかり当たる感じがあって、まあ尖ってますので、すごく尖ってますね。まあ慣れないといけないと思いますけど、慣れたらすごく弾きやすいピックかなと思います。皆さんも試してみてください。ありがとうございました。